アスリート応援番組アスリート始まるよ。は15時を回りました。3月の15日水曜日、 Cウェブアスリート応援番組、せーの、アサジー。はい、番組パーソナリティの星見青子と青星です。よろしくお願いいたします。よそして、はい、番組のアシスタントを務めます It's me こと水野いつみです。よろしくお願いします。 It's me。 はい、ゆきです。シンプル is the best。 ゆきです。いや、いいですね、この流れいいですね。いいね、いや、いつみさんお久しぶりです。ね、お久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいですかね。1ヶ月ぶりだな。うん、はい、ね、ちょっとね、お忙しいようで、解散ライブとか、解散ライブ、ね、あとはね、そうそうそう、あのアイドル活動の解散ライブとか、あとは2月は舞台をやったりとかしてたので、うん、ちょっと忙しくてバタバタしてたんですけど、はい、戻ってきたよー。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんだろうこの空気。こんな色黒くなったよね。いや、ちょっと見ないうちに。特に変えてないです。え、嘘。はい、あ、でもこの辺、この辺の色とこの辺の色が違うって感じなのかな。元からグラデーションなのですごい違うんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。でもなんか前もうちょっと明るかった気がしたんだけど、気のせい。その日の調子によって変わるのかな。今日はこんな感じ。今日はこんな感じなのかな。でもいい感じだと思う。あ、本当ですか。うん、か前髪がだいぶ伸びて、ちょっとなんか落ち着いた雰囲気になったかもしれないです。うん、そうかもそうかも。結構なんかあの上がってたので。そんな前髪ってすぐ変わるものなんですか。結構変わるよね。変わりますよね。うん、つみさんも髪すごい伸びましたよね。もうね、だいぶだね、だいぶ伸びた。うん、1週間でそんななんか変わるの。いや、1週間前に会ってないですから。そうそう、まあ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 。いや、つみさんそうだけど。変わりました、ゆきから見て。そう、なんか、あ、でも分け方とか変えたり、今日巻いてるからかな。ふさってやればそうか、長く。ふさってやれば、そうですね。大丈夫、ハゲてないです、私。え、はい、そういう意味じゃない。そんなこと言ってない。そんなことは一言も言ってない。はい。はい、ちょっとなんか久々の3人でテンションが上がっておりますが。ねえ、ね、楽しいね。楽しいです。楽しいです。はい、うん。はい、そんな流れで、早速参りましょう。はい、今日は何の日？お、はい。今日は、ちょっとテンションの上がる話題です。3月15日。はい。1980年の出来事です。割と最近ですね。うん、これは絶対みんなが知っている。世代ですよね、完全に。何なんだろう。いや、ていうかちょっとごめんなさい、その前に、あ、私生まれる前だったんだっていうところに驚きなんですが。みんな生まれてない。うん、生まれてない。ちょっと私はもう自分が生まれてから始まったものだと思っていたんですが、アニメです。国民的アニメ。ドラゴンボールではないですね。あの、今ちょうど映画やっております。映画？映画？ソードアートオンライン。なんかそういう系ではないですね。最近かよ。最近すぎるよ。てか、あの、子供の時見てたであろうサザエさんではないんですよ。青い、青いやつです。青いやつ。わかった。あ、わかった、わかった。あれだよ。あ、そうです、そうです、そうです。北斗ライオンみたいな。あ、もう一回お願いしていいですか。もう一回やる。もう一回お願いしていいですか。もう一回僕ドラえもん。変わった変わった。すごいのっぺりした。レパートリーがあるんですね。はい、それです、大正解。はい、1980年の3月15日、うん、映画ドラえもんシリーズ第1作
映画ドラえもんのび太の恐竜公開ですね。春だったんだ。はい、以降2005年を除き毎年新作が公開され、今や国民的なアニメ映画となっております。なんで2005年やってないの？なんででしょうね。ちょうどその時声変わったのかな、スタッフを。あー、それぐらいだったっけ。それかも。え、それかな。それかもかもしれない。多分それかも。ねえ、まあでもそのそれ以外ずっとね、毎年1980年からやってたそうですよ。今もやってるもん ね。今ちょうどカチコチ ね、やってますからね。そう、見たいんだよ ね。ドラえもんやっぱね、やっぱいいんですよね。今年ごめんなさい、話変わる、ポケモン見たいんですよ。おお、第1話をリメイクするんだ。えっ、それ見たい。え、見たい。サトシ君とピカチュウの出会いをもう一度やるんだ。うわー、めっちゃ見たい。世代ですよね、すごい見たい。ちょうどあれすごい見たい。見たい見たい。意外とポケモンの1話って見てないよね。今の子供たち絶対知らないから。でも、あれですよね、最初言わない方がいいのかな、サトシとピカチュウ最初はバチバチしてたんですよね。バチバチ。そうなんだ。最初から仲良しじゃないんだ。結構ピカチュウひねくれてて、そう、結構ひねくれたやつだったんですよ、ピカチュウは。やっぱ野生のピカチュウだからね。野生だから。その頃から夏気度っていうのあったんだっていう。あ、そうなんだ。そうだ、そういうことか。夏気度がだんだん上がっていくよね。今やね、そうすればそうするほど強くなるからね。ねえ。いやちょっとポケモン懐かしいですね。はい。これは見に行きたいなって。いや、ちょっと行きたいですね。行きたい。みんなで行く？はい、この後行っときます。ポケモンとりあえず行きますか。行きましょうか。とりあえずポケモンセンターから行っとこう。あ、センターから行く。そっからトレーナーになる。トレーナーになるところからスタートね。みんなであのポケモン GO しながらうろろ。あ、そうですね。北千住いるかな。いるんじゃない？たくさんいますよ。いっぱいいるよ。いる？いました、いました。今、もうやってないんですね。そこのね、あのね、もう門っていうか、なんて言うんだろう、アーチ状のところがポケストになってて。あ、そうなんだ。そこぐるぐる回す。じゃあもうくるくるしてね。もうボールとかね。ボールとかね。まだやってます？まだやってます。私もやってる。やだ、私取り残されてる。歩く時暇だなって思って見ないけど、見ないようにするけど、こうブラブラってね。でもやりすぎるとあの電池食っちゃうから。そうなの。そうだよね。気をつけて。そう。コツコツと卵をね。え、レベル何ですか？27いったかな。私もそれぐらいかも。26か7ぐらい。そうなんだ。そう。私6止まりです。6止まり6からやってない。だいぶ最初の方で出て、もう去年の夏からほぼやってないです。あら、うん、家族とか30いってる。すごい。2人でなんか都立公園歩き回って帰ってくる。へえ。公園多いっていうよね。公園多いから99までレベルいくんですかね。いくんじゃない。45ぐらいが上限とか。あ、そんな低いの。でももうその上がるまでが大変だよね。経験値1万貯めないと次行かないと思う。そうなんだ。1万どころじゃないでしょ。なんか10万ぐらい。そうなんだ。レベル6止まりの私には分からない世界ですね。レベル20から一気に上がんなくなる。そうなんだ。全然上がんない。大変なんですね。そっか。いまだにね、結構道でやってる、道というかね、駅前とか錦糸町とか結構いらっしゃいますけど、皆さん歩きスマホはダメですよ。そうですね、車とかはね。そう、それはね、ダメダメ。怖い怖い。はい、じゃあちょっと次の話題に行きたいと思います。そのドラえもんの初めて映画をやった50年前です。1930年。これはあのバーチャルの世界ではないお話ですよ。ゴジラ。あ、違う、そういう話じゃなくて。そういう話じゃなくて、ごめん、言い方が悪かった。すごいドヤ顔でゴジラでしたけど違います。違った。はい、横浜のまあ、名物スポットといいますか、みんながよく行くようなスポットが開園した日です。さあ、どこでしょう。横浜スタジアム。スタジアム系ではない、誰でも行ける。誰でも行ける横浜。散歩とかしたいな。赤レンガ。惜しい。赤レンガ倉庫。あ、違うの。違う。横浜って何がある。あ、ランドマークタワー。いや、そういう有料スポットではないです。ランドマークタワーって有料スポットなんだっけ。入ったことない。私もない。え、横浜観覧車があって。あ、観覧車があって。お、どっちかっていうと眺めるところ。 あれか。あれか。中華街が。はぁ、あ、ではない。できた。違う。ではない。もうちょっとこうのんびりできるところ。のんびりできる。散歩したり。公園。そう。 山下公園。正解。お、そう、山下公園が開園した日だそうです。1930年。そんなに前なんですね。1930年。はい、30年。
昭和30年じゃないんだ。1930年、とっても前ですよね。すごい前だ ね。なんか逆に公園ができたっていうのが、ね、うん、を意識したことがなかったから。あ、まあそうですよね。もともと公園ってあるもんだ。そうそうそう。あ、そうだよね、うん、いやでも山下公園結構好きなんですけど、うん、まあ、そんなに頻繁に行かないですけど、うん、全然違う場所に住んでるので、でも結構こう散歩したりね、やっぱ夜とか夜景綺麗だから、うん、プラプラしたい、うん、あ、やっぱポケモンか。いっぱいいるんじゃない。いっぱいいそうだな。ラプラスとかいるんじゃない。ラプラスいるかもな。いそうだな。海沿いだもん。ラプラスこの前卵から帰ったんです、ね、すごい。おめでとうございます。よかった、よかった、よかった。ついに無事生まれてよかったですね。はい、いいの。10キロ卵です私もじゃあ10キロ卵育てよう。10キロ卵ってあるんだ。10キロ歩かなきゃいけない。10キロ歩くのと5キロと2キロか、うん、私卵返せたことがないです。じゃあ今日やりましょう。そうだ、いやもう入ってないんですよ。あ、じゃあまたインストールします。 iPhone を変えた時点でインストールし直そう。しなかった。じゃあもう一回するしかないね。再インストールしようかな。ポケモン見に行くための。あ、そうですね、勉強しながらね、うん、それがないと。上映中はやっちゃダメですよ。そりゃそうだ。そうだ意外と出るかもしれない。そのうち子供たちいそうだなって。やってることか。いや、ママがちゃんとそう、ちゃんとね、そこはね、クラクラとってなるから、うん、うん。はい、そんなこんなで今日は何の日でした。はい、はい。さて、本日のアスリート応援番組アスラジは、前半は熱戦の繰り広げられる WBC ワールドベースボールクラシックについてと、後半は Y2Y によるミニドラマ怪盗ファットをお届けいたしますので、50分間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。そして番組ではメッセージを受け付けております。はい、番組への応援メッセージは番組のメールアドレスよりお送りください。メールアドレスは sengu@cwave.jp、千住アットマークシーウェーブドット JP となっております。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしております。はい、それでは早速参りましょう、はい、WBC 特集、盛り上がってますよ。すごい、いきなりテンション上がってきたよ。はい、このコーナーは現在ネットが繰り広げられる第4回 WBC についての経過や今後の展開の予想などをお伝えしていくコーナーです。早速ですが、日曜日に東京ドームにて行われました日本対オランダの試合、そして昨日行われた日本対キューバから振り返っていきましょう。ゆっきーさん、お願いします。はい、まずオランダ戦ですね。はい、オランダ戦は、見事よ、まあ、第1ラウンド全勝で勝ち抜いた日本と、プール A を2位で勝ち抜いたオランダとの対戦となりました、はい。この試合は WBC で歴史的なことが起きた一戦になります、はい。先発は日本が石川歩夢投手、オランダが現在ソフトバンクで活躍するバンテンハーク投手の投げやり始まります、日本は2回の表、先頭の中田選手のツーベースと坂本選手の送りバント、山田選手のフォアボールでワンアウト1、3塁のチャンスを作ります。そして今大会初スタメン8番秋山選手の犠牲フライで 1点を先制します。しかしその裏、オランダの6番スクープ選手にソロホームランを浴び同点とされます。しかし直後の3回表に菊池選手と青木選手の内野安打で2アウト1、2塁のチャンスに中田選手のレフトへの3ランホームラン、秋山選手のタイムリーヒットで5対1と勝ち越しに成功。しかし直後の3回、オランダ打線に火がつきます。9番オデュベル選手のツーベース、1番シモンズ選手のタイムリーでと、3番ボガーツ選手の犠牲フライで2点を返すと2アウト2塁のチャンスピンチから、日本から見たらで、ヤクルトで活躍する4番のバレンティン選手のレフトポール直撃の同点ホームランが飛び出し、1イニングで同点にされます。意地を見せたい日本は5回、坂本選手のヒットと、進塁打などで2アウト3塁のチャンスで今大会急成長痛はい、中の9番小林選手のタイムリーで6対5と再びリードをとします。その後、平野選手、千賀投手、松井投手と継投していく中、ついに WBC ならではの出来事が訪れます、
7回裏、まあ、松井選手が3番ボガーツ選手を、まあ、菊池選手の超ファインプレーのセカンドゴロで打ち取ったところで投手交代がコールされ、マウンドに上がったのはヤクルトの守護神秋吉投手、対するバッターは同じヤクルトの主砲バレンティン選手、うん、ついに夢の同僚対決が実現します、はい。夢の対戦は空振り三振で秋吉選手に軍配、一言二言言葉を交わし、お互いベンチへ笑顔で引き返します。いいですね、はい、お互い本当にもう笑顔で一言二言みたいなこと素敵そういうの。そのまま6対5で迎えた9回裏、抑えのマウンドに上がったのは則本選手、先頭の2番プロファー選手を三振で抑えるも、3番ボガーツ選手にフォアボール、4番バレンティン選手にライトへのヒットで、ワンアウト1・3塁のピンチ、続く5番グレゴリアス選手をレフトライナーに打ち取るも、6番スクープ選手にセンター前同点のタイムリーヒットを打たれて延長へ突入します。10回は両チームとも無得点で終了し、11回へ突入、そして WBC 史上初延長11回以降は、ノーアウト1・2塁からイニングが始まるタイブレイクが適用されます。第3回から導入はされていますが、実際に適用されたのはこの試合が初めてで、歴史的な試合となります。日本は途中出場の鈴木誠也選手が見事な送りバントを決めて、ランナーを進塁させます。続く中田選手が走者一掃の勝ち越しタイムリーを放ち、8対6と勝ち越し、なんとかこの裏の回を抑えたい日本はアンダースローの牧田選手を投入、先頭プロファー選手をファーストフライ、ボガツ選手をサードゴロ、途中出場のサムズ選手をキャッチャーフライに抑え、ゲームセット、8対6で侍ジャパンが死闘を制しました。はい、もう見てて楽しかったです。すごい楽しそう、野球がもう話してて本当に楽しかった。一番の見どころはどこでしたか？まあ、ヤクルトファンだからかもしれないですけど、秋吉選手とバレンティン選手のあれはもう本当に面白くて、だってもう普通の試合では絶対に見られない、日本のオールスターでも見られないです、うんうん、オールスターはセリーグとパリーグに分かれるから、うんうん、じゃあもう本当夢の共演と言いますかね。 そこでしかも、まあ、うん、国を背負っての、うんうんうん、真剣勝負はもう、うん、ねフルスイングですよ、ね、バレンティン選手、うん、であとバレンティン選手そのホームラン打った後の守備で、うん、ライト守っているですね、うん、日本の方に結構好かれてるし、うん、ごめんなさいごめんなさいって日本のファンに謝るシーンが、うん、結構見てて面白いなって、うんうん、こうやっぱりこう日本で活躍しながらも、うん、こう自分の国を一応背負ってるわけだから、そこはもう どちらも大事なんだよっていう感じなんだね。関係のないところではそう、まあ、ファンの方にごめんなさいねみたいな、うんうんうん、その辺は本当に何て言うんですかね、ファンサービス、うんうんうん、ユーモアあふれる、ね、いや素敵ですね、うん、そういうのね。またオランダもみんな陽気だから、うん、踊ってんすよね、うん、あ、そうなんだ、言ったらもういやーね、もうバレンティン選手もそのポール直撃した後もういやーみたいな、うん、なんかもう大声で何言ってるか分かんないですよ、やっぱ残る言葉なんで、うんうんうん、もう吠えて、うん、見たかお前らみたいな味方にすごい本当に面白かった、うん、暑いですね。あの日ちょっと午前中また横須賀の米軍基地入って審判やってて、うん、その海外の方々と交流した後の夜のそれを見た瞬間に余計海外野球っていうものの興味半端ないですよ、うんうんうん、日中に刺激されてからのですからね。そっからのそのプロの試合を見たらもう海外感無量って顔してますね。外国というか海外の方ってこう表現するのがもう全部ストレートだから、体を使ってはやっぱり面白いなって、うんうん、言葉だけじゃん、ね、日本はもう悪く言うと学生時代にこうガッツポーズはしちゃダメですよ、はしゃぎすぎるなっていう教育されるじゃないですか。あ、そうなんだ、ダメなんだ、こうやってやっちゃなんか嬉しいからってあそこまでやっちゃダメですよみたいな、
教育をされると一番なんでしょうね、感情が豊かな年齢に抑えられるからその辺良くないんじゃないかなって。そうですね、勝ってもガッツポーズはしちゃダメとかあったじゃないですか、オリンピックの時に。あった、するに決まってんだから嬉しいんだもん。まあね、いや嬉しいもん、うん、まあ、抑えられないよね。 それを高校生の時に抑えつけたらもう大人になったら出せないですよね。うん、癖になっちゃいますよね。 それをされてない、まあ、海外は面白いなって。そうですね、100か0か、ね、悔しくてもちゃんと怒るんですもん、その場で。うーん、シェッって言うからもう結構ね、ザザザって出しますからね。で、うん、次にそこで全部バンって出して、うん、もう次のプレーになったらもう切り替えるから、その辺を見てると海外も面白いな。なんかこう切り替えがね、パキパキパキというかそうしてるのが、うん、見てても清々しい。あとに残さないっていうんですかね、試合が終わったらもう今日はダメだったなで終わるから、その辺が海外と日本の文化の違いっていうのが、まあそうですね、いやまあでも日本人もね、うん、そういういい部分をね、そう取り入れていけたらね、いいからね、そう、うんうん、どちらもね、そういい部分ですからね。楽しかったなって、はい、ありがとうございます。でも WBC はいいな、野球はいいな、いいな、野球はいいな。そんな野球いいなの昨日の試合の方も行ってみましょうか、はい、昨日の日本対キューバ戦ですね。はい、お願いします。日本対キューバ戦、昨日の先発投手は日本は菅野投手、キューバはバノス投手で始まりました。菅野投手は立ち上がりの初回を三者凡退で抑え、流れを作ります。日本は初回1番山田選手がレフトスタンドへ先頭打者ホームランを放ち先制。しかし2回の表、先頭のキューバの4番デスパイネ選手が出塁すると5番グラシアル選手の逆転ホームランが飛び出し一瞬でリードを奪われます。3回の裏に日本は筒香選手のタイムリーで同点としますが、直後の4回キューバ打線に2アウト満塁のピンチを作られると9番メサ選手に2点タイムリーヒットを浴び2対4と引き離されてしまいます。日本もその裏に3番青木選手の内野ゴロと筒香選手の2本目のタイムリーヒットで2点を返し、なんとか4対4の同点に追いつきます。6回に両チームともに1点ずつ挙げ、一進一退の攻防が繰り広げられますが、8回に侍打線が目を覚まします。松田選手が相手のミスから出塁すると秋山選手のレフトへのヒットでワンアウト1、3塁とします。ここで代打ベテランの内川選手がライトへ犠牲フライを放ち6対5の勝ち越しに成功。続く山田選手がダメ押しとなるこの試合2本目のツーランホームランを放ち8対5とし、9回は牧田投手がパーフェクトに抑えゲームセット、決勝トーナメント出場へ大きく躍進しました。これで1ラウンド目から5連勝を飾り、今夜 WBC 初参加で1ラウンドを1位通過したイスラエルと対戦します。で、日本の予告先発は千賀投手、イスラエルはゼイド選手となっております。いやー、熱い、イスラエルそう、今ね原稿そう原稿にねイスラエルって書いてある大丈夫、イスラエル、さすがです、ありがとうございますそう、面白いですよ、キューバ、キューバじゃねえ、日本、日本、うん、ここでもね、今日はね、そう千賀投手じゃねえや、菅野投手の対戦、昨日は、昨日ね、前回も石川選手とデスパイネ選手は昨年までロッテで一緒にプレーしてた、ちょっとデスパイネ選手が今年からソフトバンクに移籍したので、なんか同僚とはなんか言い難いような感じだったんですけどね、そこでも面白くて見てたんですけど、結構日本で活躍する人はすごいですね。ねえ、確かにね。今デスパイネ選手もこう強化試合では全然良くなかったんです。24打数無安打とぐらいの、ここに入って本番になった瞬間バカ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 打っちゃう、本番に強いタイプなんですね。え、このキューバ戦のユッキーさん的な見どころはどこだったんですか？はい、ライトへのフライが、うん、まあ、ランナーが二塁に行って犠牲フライが起きたんですね、うん、三塁に進める、うんうん、あれを、まあ、青木選手、菊池選手の、まあ、カットプレー、
こう中継プレーが起きたんですけども、うん、あれを見て日本はすごいなと思ったんですよ、あの2人も、うん、まあ、アウトにはできなかったんですけど、うん、あれを見てて一郎選手だったらこれ一人であれをアウトにするんだっていうのをふっと思って、よしこれいけたろうって思ったんですけど、うん、できなくて、うん、まあ難しいかなと思ったんですけど、一郎選手はあれを今まで一人でアウトにしたんだって思ったら、うん、なんだろう、一郎選手とかのせいでっていうのもあれですけど、うん、日本人のハードルっておかしいなって、うん、あれを一人でアウトにするとか、うん、一人でどんだけヒット打つとか、うん、どんだけ足速いんだよとか、ね、見てると、うん、あと投手陣とかな田中選手とか、うん、ダルビッシュ選手とかいる中、うん、日本人ってどんだけ世界のハードルを上げるんだろうな、ね、いや一郎選手はすごいよ、ね、本当に。で山田選手一番で小柄なんですよ結構、うん、世界から細身だし、うん、日本でも細身だし、うん、先頭打者ホームランと決勝のホームランダメ押し点のホームラン打つってどういうことだと、うん、すごいですよね。 その体に何が詰まっているのかね。日本人ってどうなってんだろうって見てる一緒に見てる兄貴と話してました。どんだけ打つんだよって、うん、そう本当に思いましたね。これはすごいよね。だから筒香選手も、ね、はい、打ってますからね。いいところでちゃんと結果を生み出すから、ね、かっこいいですよね。かっこいいですね。本番に強いってすごい素晴らしいことですよね、うんうん、で中田選手を最初4番かと思ってたんですよ、うんうんうん、その始まる前は、うん、でも5番に置いた理由がちょっとずつ最近分かって、うん、後輩たちなんですね、その中田選手の前に打ってるのは、うん、あーそういうこと。そう、後輩が打てなかった時の、うん、なんだろう、責任、うんうんうん、尻拭いの仕方が半端ない。俺が打つみたいな。筒香選手がチャンスでダメだったら中田選手結構打つんですね。その時のはもう、あとこうテレビでおっしゃってたんですけど、うん、このオランダ戦タイブレイク、鈴木誠也選手が打席入る前に一言中田選手に、うんうん、バント、自分バントするんであとお願いします、かっこいい。でもう中田選手、おいっすみたいな、任しとけ。はあ、すごい。で見事レフト左中間にタイムリーヒットを放つっていう。へえ、かっこいいですね。すごいね。その辺のなんでしょう、信頼関係っていうんですかね。ね、うん、そういうのね、うん、チームプレーですよね。日本のチームワークっていうのは、うんうん、素敵ですね。神ってる男にバントをさせるんですよ。神ってる男がバントするっていうことがもうかっこいいですよ。いやもうそれは信頼してるからできるんだよね。先輩、あとはお任せしますね。俺が繋ぐんでと、この人にお任せしとけばなんとかなるから、うん、それかっこいいです ね。昨日だって小林選手2安打打ってる、うん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 、そこに内川選手を代打で送る、うん、できっちり仕事をするっていうベテランの、うん、素敵ですね、そういうのね。もうそこら辺を見ててね、ちょっと熱くなっちゃう。熱いね、熱い、うん、自分なんでここで出すかなっていうぐらいに思ってたら、うんうん、そういう犠牲フライの打ち方とか全部すごいなって、うんうん、そういう采配ができるっていうのもすごいし、うん、その通りにちゃんとこう選手がこう打つなり、うん、まあ、守るなりっていうのをきちんとするっていうのがなんかあプロの仕事っていうかなっていうんだろう ね。プロですよね、うん、すごいなっていう、しっかりと答える、うん、そう、うん、こうっていうのがプロなんだなっていうのが、ね、うん、プレッシャーに負けないとか、ね、プレッシャーには負けないで、ね、またこう ね、そう、うん、普段の試合ともまたちょっと違うし、また360の日本だから応援が、牧田投手とかそれであえてテンポを遅らせてるらしいんですね。シーズン中は自分が投げてる時相手の応援歌が流れてる、うんうんうん、でも今回流れない、全員が日本だから、うん、自分が投げる時シーンとしてる。はで投げるためにどよめきが大きいんですよ。おあれボールかとか、うん、よし入ったドワーン、うん、それがなんかもう慣れないから、うん、あえて静かになるまで投げない、うん、でもそこで自分のこうテンポをつかみにいけるって それがプロなんだな。すごい気も座ってないとできないですよ、うん、まあ150キロの球を、うん、が打てる相手に130キロの球が打てない。則本選手のストレートは打たれるけど、うん、牧田選手は打たれない、うん、アンダースローだから。すごい読んでるんですね。その辺がもうプロの技だなって、うんうん、ね、駆け引きだよね、駆け引きだ、うん、そうですね。
いやもう今後もね大注目の WBC ですけど、ね、うん、次はいつですか。今日ですよ。7時から、1位通過、プール A を1位通過のイスラエルと、イスラエルと日本、日本がテキサスで。ちなみに、はい、ついさっきまでキューバとオランダが対戦してたのですが、 それが試合終了となり、ね、はい、キューバとオランダ1対14でオランダが勝ちましたよ。しかも7回のコールドだったんだって。あら、そう、14対1か。そうか、そうか、じゃあもう一気に畳みかけたんですかね。いや結構なんかね、あの途中で見てたら、ニュースを見てたらオランダ結構先に点数をだいぶ奪ってたみたいで、バレンティン選手が2本のホームランを放った、ね、ちょっとその詳細はぜひ、ね、ニュースとかご覧になってください、ね、はい、ね、じゃあプエルトリコ対、ね、ドミニカ共和国、うん、前回の決勝のカードが先ほど終わったみたいで、3対1でプエルトリコが勝ちました。おドミニカ共和国11連勝で止まりました。そうなんだ。そっか、前回大会からの11連勝すごい。それすごいね。前回全勝優勝だから、そっか、止まっちゃったんだ。悔しいですね。このカード見てて本当に面白かった、うん、見てはないけど、これを見て11連勝っていうのもすごい、ね、すごい。それを止めたのもすごい。多分プエルトリコはもうリベンジしたくて仕方なかった。4年越しの、ね、いやでもそれでね、前回ここに負けて準優勝だからうんうん、っていうのはもうね、面白いことになってきてますね。この先が楽しみですので、まあ皆さん今日の7時とりあえずね、はい、日本応援していただいて、いただいて盛り上がっていただいて、6連勝して決勝ラウンドね、ねー、はい、というわけで WBC 特集でした。はい、はい、続いて Y2Y の回答ファットです。今回がね最終回、果たして2人の関係どうなってしまうのか。今回はねちょっと長めのお話になっておりますので、ぜひごゆっくりご歓談ください。え、それ、ご歓談しちゃダメだよ。喋っちゃうの？お楽しみください。お楽しみください。では、回答ファットです。どうぞ。はい、ちょっと待って。次回、事故がね。待って。ごめんなさい。いやでも11連勝すごいな。ねえ、前回大会からって ね全勝優勝がまずすごいですからね。やべ、お、はい、はい、大丈夫かな。送られたよね、WBC でねえ、うん、いや本当どんどん熱くなってますよ ね、もうここまで面白いとは思わなかった。ねえ、いやだって展開がすごい。始まる前はいやもうどうせ勝てねえだろ。そう僕も言ってたもん。そんな感じだったよね。国場監督批判しちゃってたから。あら、うん、そんなことはなかった。そうだから、ね、もう全てに謝りたい、うん、いやもう大注目ですよ。あと初戦のあの子供ね、少年 ね、山田選手優しい ね優しかった ね本当に。気にすんなと、そんな完璧なの打つから。そうで、昨日2つの完璧なホームラン、うんうん、いやもうレフトスタンド中段にとる。その子見たかっただろうな、それをね。今度はもう、キャッチしたかったね。今度はもう手渡しでいいんじゃないですか、うん、手渡しでいいよ、山田選手取りに行くんじゃない、うん、サインボールで手渡し、うん、それいいな。いやでもあれのこう対応というか、うん、もうねすごい紳士的だったし、うんうん、もうこれで優勝したらもうチャラですよ ね。そうですね、本当だよね、優勝ですよ。全然もうただの笑い事ですよ、うん、そんなこともあったなってね。今年のチンプレー好プレーは、ね、今年のチンプレー好プレーは、うん、いやいいですね。一発目はあれでいきますね。そうだね、はい、どうかな。全然もうそれぐらい大したことねえよって、うん、勝っちゃえばね。そう勝っちゃいいんだよ、ね、大丈夫ですよ、うん。いや決勝ラウンドどこが来るのかな、ね、どうなるかな。そのね去年優勝が止まりましたからね、うん、連勝がどうなってくるか、ね、アメリカ、ベネズエラ、ドミニカ、プエルトリコは強いですよ。もう逆に日本ラウンドちょっとしょぼくないかっていうぐらい。そうなんですか。そうなの。いやでもそこに日本人から見ると向こうはもう、あーそうなんだ、そういうことなんだ。でもそこにね食い込んでいけるぐらいの勢いじゃないですか今、うん、ねえ、アジアがねもう日本しかいない状況だから、うんうんうん、アジアのね意地をねえ、うん、アジアの代表としてね、そうですね、勝ってほしいですよね。韓国と台湾が第1ラウンドでねえ敗れちゃったからね。そうか、うん、おおお OK かな。
OK です。あ、じゃあ、じゃあ、すいません、お待たせいたしました。お待たせしました。回答ファットです。どうぞ。彼は私のすべてを知らない。僕は彼女のすべてを知らない。知ってほしいと思うのは、知りたいと思うのは、いけないことだろうか。俺が間違ってました。すいませんでした。うんうん、もういいよ、頭、うん、上げて、うん、いやもういい、いいからいいから、もう、うん、あのさ、今ね、森に来てる、森に来てるよ、今森に来てんだけど、今すっげえ怒ってる、すっげえ怒ってるから森に来てるの、わかる？なんで、なんだかわかる、なんだかわかる、うん、まずお前の彼女すごい変わってるんだけど、わかる？わかるよね、うん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 、言ってみてるみてるみ、言えない、わかんない、わかんない、もう見てわかるじゃん、見てわかるじゃん、もう髪の毛がさ、すごいことになってんだ、うん、一晩で人は白髪になります、私金になった、途中経過、うん、ストレスで、うん、でもね、あの気持ち的には白よ、真っ白よ、真っ白けけよ、うん、そお前のせいだから、うん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 、あのさ聞きたいんだけど、うんうん、もう聞きたいことは一つよ、うんうん、あの、うん、あのさ、うん、あの彼女と牛間違えるかな、牛彼女、うん、まず人じゃないよね、うん、人間違いは誰でもある、うん、でも、うん、あの、うんうん、あのなんかすごいなんかええー、みたいな顔してるけど、あの、うん、まあ、間違えてんの、間違えてんの、間違えてんだよお前、うん、あの哺乳類と人類間違えてんだよ、うん、あのね、であの、うん、なんかうんみたいなことやってんじゃないよ、うん、あのね、あのね、あのね、うんうん、あ、ちょ、聞きたいんだけど、聞きたいんだ、聞きたいんだけど、あの、うん、なんだろう、例えばあの私とデートに行きます、そこで中華料理を食べました、うんうんうん、そしたらお前その日の記憶はもう中国に行ったことになっちゃうの、そういうことじゃん、そういうことじゃん、だってそういうことじゃん、だってなんか匂いがうんぬんって言ってたじゃん、なんかこの間匂いがうんぬんって言ってたじゃん、うん、え、なに、じゃお前のあの記憶を司るのは、え、なに、え、匂い、匂いなの、匂いでなんか記憶を覚える感じのタイプ、うん、斬新、うん、斬新、すごい斬新、うんうんうん、あ、大変よ、この先生き残っていくの、うん、すごい 大変だと思うけど頑張って、うん、あの、うん、あの伝わってる、私が言いたいこと、うん、伝わってる、ちょっと何言ってるか分かんない、うん、そうか、何言ってるのか分かんないか、うん、何言ってるか分かんない、伝われうん、電池切れた、電池切れた、うん、もうまたお前もこれ、これ着とけ、これもう忘れないでしょ、私の名前もうこれで、はい、忘れないね、大丈夫ね、はい、もう着とけ、うん、あの何、あと渡したいものがあるんですけど、あ、いや、一回家もらって、家もらうの、いや、家帰ってもらって、帰ってもらっていいですか、一人で、いやいやいや、帰ってもらっていいですか、一緒に帰ってもらっていいですか、いいよ、びっくりした、今上からめっちゃ来たからびっくりした、今もう全部行こうかなと思って、いや、だとしたらもう言います、言います、全部、うん、はい、いや、帰ってもらいたいんだったらちゃんと言います、うん、帰れ、うん、それは違うと思うよ、ゲラムちゃんだ、じゃあいいよ、はい、そうだし帰ろう、はいはい、うん、実はさ、うん、見つけた、それおー、おったの、うん、よかった、ありがとう、うん、お礼を言うのはこっちの方、エミちゃんが言ってた思い出の場所にあったから、ねえ、間違ってなかったでしょ、うん、ごめん、いいけど、でもね、今回の件はさ、警察沙汰にしようと思ってるの、いろいろ考えたんだけどさ、まずね、やぶに刺さってんじゃん、あれで傷害罪だね、で、人がまず家に入ってんじゃん、あれ家宅侵入、住居侵入、まあ何でもいいわ、そういう感じだよね、で、そっから物盗まれてんじゃん、これさ、窃盗罪だよね、これさ、うん、これ取れんじゃねえかなと思って、うん、だからもう、一緒のこと訴えた方がいいんじゃない、
じゃないかな、うん、警察に届けた方がウィンウィンな感じになるんじゃないかなと思ってて、うん、だって、まあ、盗まれたものはまあまあまあそういう、まあ、私の思い出プライスレス的なものだけど、うん、だけど、まあ、思い出のものだからこそ、だからこそみたいなとこあるじゃん。だから、うん、なんか、うん、なんかいっぱい取れるのかな、こういうのもいっぱい取れるのかなって思うわけさ。ゆうくんの気持ちはどうかわかんないよ。だけど私的にはもうこれで解決しちゃうわけさ、うん、どう思う？なるほど、でもね、あのまずほらあの住居不法侵入みたいな、うん、そういうのとか、まあ、窃盗とかほら、うん、ほらなんかこうね、まあ、やぶみやともかく、うん、全部解決してるよね、うん、まず解決してるじゃん。じゃあもう警察の出る幕はいらないよね、うん、っていうのを考えると、まずもう警察は必要ないじゃん。で、何、あの思い出、うん、プライスレス、うん、プライスレスはね、プライスレスでいいと思う、うん、別にそういうのはこういらないじゃん、うん、こういうのいらないじゃん、うん、だからね、やっぱそういうのを考えると、まあ、最終的にはおまわりさんっている？いらないよね、うん、いらないと思う、うん、僕はいらないと思うよ、うん。なんで？なんなのそれ。いやだからあのほらもう全部帰ってきたじゃん。いや帰ってきたよ、帰ってきたけどさ、うん、で、な、何をするのやかってんの。え、何、怖い、何、何、え、怖っ、え、何、なんか隠してるでしょ。いやもう隠してる時のそれ感じだもん。もうこれ分かりました、よ、はい。愛されたかったんです。ん？何？愛されたかったの。なんか最近さ、冷たい気がして。は？昔の時のようなときめきをもう一度って、どうすればいいんだろうってユッキーに相談したらさ、教えてくれたの。ネックレスと香水を持っておいで、それを思い出の場所に仕掛ける。それをエミちゃんと一緒に探せば、佐藤君とエミちゃんはもうラブラブさ。で、ユッキーなんですね。ユッキーだよ。そう、はぁ、あ、ユッキー、ユッキーだよ。ユッキーじゃなかった気がするよ。そう、うん、ん、待って、じゃあ何、全部お前がやったの。まあ、ヤグミはユッキー。それに関しては後でちょっと、まあ個別でちょっと連絡するけど。そうだね、うん、ごめん。は？私そんな冷たかったかい？なんか冷たい気がしたんだけど、でも一緒に思い出の場所行って、そんなでもない。そうだよね、だってお前忘れてんでんで、お前人 のお前思い出の場所忘れてんでんで。いやでも最終的には思い出してんでんで。いやだからお前の方が結果的に愛情が低かったってこと。一概にそうとも言えない。そうとしか言えない。怒ってる？怒ってるよ。怒ってごめんなさい。もう一度愛し合いたかっただけなんです。あったよ、もういいよ。うぜえ、元気。ありがとう。しょうがない。付き合った時にさ、やってた、いつものやりたい。私とゆうくんは付き合ってます。ゆうくんだよ。ユッキーだよ。なんか最近冷たくなってさ。噛んだよね今。止めて。長いこれ。ユッキーだよ。ちゃうやん。お疲れ様で、しーちゃんだよ。いや、ちゃうやん。お疲れ様でした。
いつ見ではない。しーちゃんだよ。ちゃうやん。いやと思ったよ。なんやん。お疲れ様でした。アスラジをご覧の皆さん、こんにちは。タオルです。あと、佐藤です。今回は最終回ということで、どうなるかなってみんな不安だったと思うんだけど、無事4キロ、マイナス4キロ達成しました。というわけで、ハッピーエンドです。やっぱね、私たちにはハッピーエンドがお似合いというかね。ねえ、まあそんな感じで、うん、今回もやすかちゃんが忙しいということで、私タオルがメガホンとかいろんなものを取らせていただいたんですけども、どうだったかな、うん、ちょっと、うん、まあいろいろまたコメディチックな感じにはなっちゃったけど、楽しんでもらえたと思います。まあそんな感じで、来週、アスラジの最終回、みんなで会いましょう、スタジオで。それじゃあ、アホちゃん、ユキ、スタジオにお返しします。バイバーイ。はい。いや、もう衝撃の…ユキだよ。いた黒幕。こいつだったか。こいつのせいで。やぶみ投げたのお前だったか。見事に刺さってくれましたね。いや、お腹に吹かなかった。まさか、あの時血出るとは思わなかった。あそこまでは、ちょっと軽くね。力加減がね。そうか、そうか。ちょっと思いっきり、ちょっとね。届くかなってちょっと迷ったらね。迷ったら届きすぎちゃったね。行き過ぎて。まあでもよかったね、ハッピーエンドでね。よかったよかった。ユッキーは超能力で知ったのかな、二人の思い出の場所をね。びっくりしたね。ねえ、まさかね、すごかったね。本当に当たるとはね。当たっちゃった。佐藤くんがわからないなんて。まさかそこでバラされると思わなかったね。いやちょっとね、いやバラされたね。全4回にわたってのこの衝撃の最終回。ねえ。そしてそのメイキング、タオルさんがやってた、しーちゃんだよって一回やってみて。しーちゃんだよ。しらけるしらけるリアクションに困る。父ちゃんの真似をしたつもりだったんだけど、違ったかな違ったかな。一味さんの恐れ多くてやってくれなかった。やってほしかったな。これダメだなって言ってたね。ダメだったんだ。できなかった、ちょっと恐れ多かったから。来週やってもらおうかな。そうだね。来週は来週スタジオに最初、最初、来週が最終回でね。来週最終回なんで、全員揃いますのでね。でもすごいね、4キロ痩せたんだね。ねえ、頑張ったよ。頑張ったね。私たちも頑張らないとね。頑張らないと。本当に。そうですね。アイスばっか食べてらんない。ね、そろそろアイス美味しい時期ですからね。はい、最後告知いつもないと。はい、そうですね、はい、どうぞどうぞ。 いいですか、どうぞどうぞ。いつもさんからどうぞ。じゃあはい、私ちょっとざっと、はい、舞台の告知を、はい、3つほどさせていただきます。5月の12日金曜日から14日の日曜日、劇団スペーストリップで地球防衛レストラン緊急事態のフルコースという、まあ、がっつりコメディに出ます。千本桜ホールでやります。そして25日から29日、5月の25から29日にも舞台が1本あって、まだちょっと詳細が出てないんですけれども、まあ、それも詳細出たらお知らせします。そしてちょっと先なんですけど、9月の29日の金曜日から10月の3日火曜日にパフォーミングユニットカラーセブンというところで、マーメイドドロップという、うん、まあ、これはちょっとシリアスっぽい感じの神秘的な話になる予定ですので、そちらもぜひぜひ楽しみにしててください、はい、詳細はブログ、ツイッター、フェイスブックなどなどやってますので、水野いつみで検索してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シリアスからコメディまでね、うん、はい、いろんな役をこなしちゃう、何でも何でも楽しみですね。はい、はい、じゃあ青からもこっち告知をさせていただきます、はい、毎度ですが、7月の9日日曜日、ヤクルトホールにてリアフールコレクションというコレクションのエンタメとしてバンドで出演いたします、うん、バンド名が先週もお伝えしたよね、トラミスレーブというバンド名でバンドを組んでおります。青はボーカルです、詳細またね、ツイッター、インスタなどで出しますので、青星もしくは星みおで検索してください。はい、はい、早くもエンディングのお時間
いいえ、ごめんなさい。もう終わるよ。もう終わっちゃうんだよ。来週でおしまいだよ。最終回ですよ。3月22日水曜日15時最終回ですので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、お送りしたのは番組パーソナリティの星見青と It's me とゆっきーでした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。バイバイ。ありがとう。バイバイ。